こんにちは、大場声楽院のファーマンです。英検1級2次試験を暗記式で合格しようとする人が結構多いんですけど、これっていい方法じゃないんですね。で、なんでこれがいい方法じゃないかっていうのを説明する前に、まずなんでみんな暗記式で準備をしたがるのかっていう話をしたいと思うんですけど、それはみんな参考書に騙されてるからだと思うんですね。英検1級2次試験の参考書を開くと、例としていろんなスピーチの原稿が書いてあると思うんですけど、それをみんな真に受けすぎだと思うんですよ。であれってはっきり言って英作文なんですね。誰かが座って書いた英作文なんですよ。スピーチとして書かれた原稿ではないんですよね。で、あの英作文を見て、ああこんな難しい単語を使わないといけないんだとか、ああこんな難しい表現をしないといけないんだって、こうみんな騙されてると思うんですよ。だけどネイティブでもあんな英作文みたいなスピーチをすることってできないんですよね。で、そもそもスピーチっていうのは原稿を用意して何回も練習した上で本番で披露するものですよね。原稿を書いてそれを何回も練習して、でそれから本番のイベント、まあ結婚式とか卒業式とか、まあいろんなイベントでそれを披露するわけなんですけど、この英検1級2次試験って考える時間が1分しかないわけじゃないですか。だからこれをスピーチって呼ぶこと自体、僕ははっきり言って間違いだと思うんですよね。これはどちらかというとディベートに近いと思うんですね。だからこれから英検1級2次試験の準備をしようとしている人は、参考書を鵜呑みにしてはいけないんですね。論点の整理とか論点を参考にするのはいいと思うんですけど、英作文を20種類書いてそれを丸暗記しようって思っている人がいたら、それはやめといた方がいいと思います。もちろん暗記式でも合格できる人はいるんですけど、それはおすすめしないんですね。で、これからその理由を4つ説明しますね。まず1つ目の理由はアドリブが効かない。結局原稿を書いてそれを丸暗記した人ってその通りにしか覚えてないから、テーマが同じでも質問の仕方が少しでも変わってしまうと、もうそれに対応できなくなるんですね。だから暗記式で準備をするのはリスクが高いんですね。で、今度2つ目の理由はポジションに一貫性がない。丸暗記式の人は20通り30通りの原稿を用意して、でそれを覚えるわけですよね。で、また結局スコアの取りやすい回答を書くわけですよね。ただそうした時に、全ての原稿を読んだ時に多くの場合は一貫性がないわけなんですよ。もちろん人間だから矛盾することは仕方がないと思うんですね。ただあまりにも一貫性がなさすぎると、本番で少しでも質問の仕方が変わった時に結局それに答えられなくなるんですね。あまりにも一貫性がないっていうのは、はっきり言って考えがないのと同じことですよね。で、次3つ目は、実際に外国人と議論になった時に何も言えない。英検1級を暗記式で絶対に合格できないって言ってるわけではないんですね。ただ仮に合格できても、実際に外国人と何らかのディスカッションとか議論になった時に、その場で自分の意見が言えないと結局意味がないじゃないですか。だから実際に外国人と話せるようになるためにも、英検1級2次試験の準備をするときは即興でスピーチをできるように練習した方がいいと思うんですね。4つ目の理由は、英語の資格の価値自体を下げることになる。これはどういうことかって言ったら、例えばトイック満点とか持ってても、英検1級を持ってても、やっぱり世の中にはけどどうせ話せないんでしょうって思ってる人がたくさんいると思うんですね。僕が思うに、暗記式で英検1級とか合格した人とか、こうテクニックだけでトイック満点取った人とかって、やっぱり本番で力を発揮できてないと思うんですよね。だからどうせできないんでしょうと思ってる人が多いと思うんですよね。やっぱり英検1級と持ってる人とか、トイック満点持ってる人とかは受験とか就職で使うわけじゃないですか、アピールポイントとして。で、そうなった時に、英語をできない人はやっぱり期待するわけですよ。その点数を見て、ああこの人できるんだと思って。で、そうなった時に、あ、じゃあ今度ちょっと外国人と交渉しないといけないからついてきてとか、今度海外出張行くからついてきてってなるわけですよね。そうやってチャンスをくれるわけじゃないですか。で、そうなった時にいいところを見せないといけないわけですよね。
交渉って何も契約を結ぶときにするだけじゃなくて、サービス業とかイベントとかでもあることなんですね。だから例えばこっちが何らかの商品とかサービスを提供してます。でそうなった時に外国人がそれを買いたいとか参加したいとか思うわけですよね。こっちも条件をつけるわけですよね。だからそうなった時に交渉しないといけないわけですよね。で一番大変なのが、日本って謎ルールがあるじゃないですか。で外国人がそれを指摘するわけですよ。この謎ルールおかしい、なんでこんなことしなあかんのって。でそうなった時に、そのあなたは謎ルールを、自分は謎ルールって分かってても英語でアクロバティックな論理展開で弁護しないといけないわけですよね。正当化しないといけないわけですよね。でそれとか、あとは論点をずらしてこう相手を説得するとか。でそれが全部無理だったら、まあ、お互いに歩み寄って妥協点を探るとか、そういうことをしないといけないわけですよね。であと交渉以外にもこの擁護とか弁護をしないといけないわけですよね。例えば外国人が自分の仲間とか上司を批判してるってなった時に、やっぱり弁護とかもしないといけないわけじゃないですか。であと例えば出張中にぼったくられるとか、でそれでいやこれ払いたくないから、これちょっとこう話つけといてとか言われるわけですよね。でそうなった時にちゃんと相手を納得させれるのか、ちょっとオーバーチャージされてるけどここは僕は払いません、なぜならこうだからですってちゃんと言えるかどうかですよね。だけどこういう大事な場面で何もできないことがバレると、この人実は英語できるって言ってたけどできないんだとか、トイック満点って意味ないんだなとか、英検1級持ってるって言っても意味ないんだなって思われるわけですよね。で英検1級の話に戻ると、たかが2分間のスピーチなんですね。2分間自分の意見をちゃんと言えたらそれで合格するんですよ。でそれをできないって言ってる人、それを暗記式じゃないともう合格できないと思ってる人に、そういう交渉とか弁護とか擁護とかできるとは思えないんですよね。仕事とかでも使えれるようになるためにも、やっぱり暗記式じゃなくってリアルタイムでその論理を組み立てて話せるようになるっていう力をつけといた方が絶対にいいですよね。でもちろん英検1級っていうのはその交渉力とかを測るそのテストではないんですよ。ただ何にも知らない人がそれを見た時にやっぱり期待しちゃうわけですよね。で今 TOEIC とかも意味ないって思ってる人たちが増えてるわけですよね。英検も意味ないって思ってる人たちが増えてるわけですよね。だから今このブラッツとか新しいビジネス英語の資格ができてるわけじゃないですか。でなんでこうやってどんどん新しい資格が生まれていくのかって言ったら、実力じゃなくってテクニックだけで合格して、でそれで結局大事な場面で力を発揮できてない人たちがいるわけですよね。で結局そういう人たちがいることによって、本当に英語をできる人の信用が奪われているんですよね。だから暗記式じゃなくって限られた時間の中で即興で論理を組み立てて話すっていう力をつけるためにも、英検1級二次試験の準備はちゃんとしておいた方がいいと思うんですね。それではチャンネル登録といいね、よろしくお願いします。ありがとうございました。